片付け終わったので上がります。お疲れ様でした。どうも。ひなまりさん、また会ったね。何か用ですか？バンドを移籍する話なら断ったはずですけど。そうなんだけどね、やっぱり答えは変わらないかなって思ってさ。変わりません。私は今のバンドを続けます。そっか、残念だな。今日はいい返事をもらえると思ったのに。じゃあまた近いうちに誘いに来るよ。そこは何度来ても無駄ですとか言うべきとこなんじゃないの？やっぱり少し悩んでくれてる？私急ぐので。待って。何ですか？これ次あるライブのチケット、一度見に来てよ。私たちのライブ、君に聞いてもらうために全力で歌うからさ。どうしてそこまで私に？言ったでしょ、君のベースが好きなんだよ。でも私たちのバンドは今度メジャーデビューするの。その時はベストメンバーで挑みたいんだ。そういうのって今まで一緒に頑張ってきたメンバーでやりたいって思うものじゃないの？君そういうこと言うんだ。なんだか意外だな。遊びのバンドとプロは違う。中途半端な気持ちで音楽をやってる子はプロでは通用しないよ。そういう子がいると他のメンバーのモチベーションにも影響するし、本人にとっても良くないからね。だから本気で音楽をやる覚悟を決めた子たちとじゃないとこの先の道は進めないって私は思ってる。君も私と同じスタンスだと思ってるんだけどな。私は今週末の夜ライブやるから、まだ迷ってるなら私たちの演奏を聞いて決めてほしい。志保、さっきの歌どうだった？いちかは高音が甘い。特にサビが上がりきれてないから曲の盛り上がりに欠ける。ごめん、もっと練習するよ。ほなみは後半集中力が切れてミスショットが出てる。さきもつられてリズムが崩れてるから一体感がなくなってる。ごめんなさい。難しいな。このパートすごくリズムがつかみにくいんだよね。逆にリズムがつかめればどう指を動かせばいいのかわかるはずだよ。そっか、わかった。もっともっと練習しなきゃね。無理しない程度にだよ。うん、わかってる。次こそはノーミスで頑張るぞ。私ももっと練習しないと、プロになるために。ねえ志保、ちょっといい？サビのところで相談があるんだけど。うん、いいよ。ごめん、志保も自分の練習があるのに。謝るくらいなら練習しよう。私もみんなと上手くなりたいから。志保、ありがとう。今日もいっぱい練習したね。うん、帰ったらゆっくり眠れそう。ほなみもさきもかなり良くなってたよ。本当？よかった。うん、私も聞いてて思った。
二人とも、どんどん上手くなってる。私も、負けてられないな。感じかな。わあ、すっごくいい感じ。聞いててワクワクしちゃったよ。よかった。リン、ごめんね。久しぶりに来てくれたのに、練習に付き合わせちゃって。なんで謝るの？リンはネネちゃんと一緒に歌えて、すっごくすっごく。嬉しいよ。ありがとう。じゃあ、あと一回だけ付き合ってくれる？もう少し練習しておきたいんだ。はーい。リンと一緒にニコニコハッピーになっちゃおう。ありがとう。じゃあ、歌うね。みんな、今日もお疲れ様。また学校でね。うん、お疲れ。みんな頑張ってるね。少しずつだけどバンドとして成長してるって感じる。うん、そうだね。じゃあ私バイト行くから。あ、うん、頑張って。ありがとう。練習した後も志保はバイト先でベース弾いてるんだよね。私ももっと歌の練習しないと。志保のレベルに追いつけるように。でもどうやって練習すれば上手くなれるんだろう。すごく綺麗な声。誰が歌ってるんだろう。あの人が歌ってるんだ。うまいけど、それだけじゃない。繊細で、でも伸びやかで、自由な感じ。私も、あんな風に歌えたら。あの、ごめんなさい。あ、言っちゃった。びっくりさせちゃったかな。歌、すごくうまかったし、うまく歌える方法、教えてもらいたかったんだけど。また、会いたいな。ただいま。どうした、サキ。今日は随分と疲れているみたいだが。もしや体調が悪いのか。ううん、大丈夫だよ。ちょっとバンドの練習が忙しいだけ。そうか、熱心に練習をしていて偉いな。だがな、サキ、たまには息抜きも必要だぞ。どんな天才でも疲れが溜まっていては 100% の力を発揮できないからな。もう、そうだ、先にこれをやろう。ん？これ、チケット？フェニックスワンダーランドの特別招待券だ。ちょうど4枚もらっていてな。今週末にでも4人で遊びに来たらどうだ。そして俺たちのショーを見て笑顔になってくれ。ありがとう。ずっとフェニランに行けてなかったし、みんな喜んでくれると思うよ。みんなを誘ってショーも見に行くね。ねえねえ、みんな、今週末なんだけど
4人でヘニランに行かない？え？お兄ちゃんがチケットをくれたんだ。昔はみんなでよく遊びに行ってたし、練習の息抜きにどうかなって。そうなんだ、私はいいと思うな。最近みんなも疲れてるみたいだったし、リフレッシュしたらもっといい演奏ができると思う。そうだね、うん、私も賛成。志保は？私は練習するよ。遊園地は3人で楽しんで。あのね、しほちゃん。何？今の時期ね、限定フィリピンちゃんが発売するらしいの。それにお兄ちゃんがバイトしてるから、もしかしたら落ちコート握手させてもらえるかもしれないよ。すごいでしょ。さき、次の日から私もいっぱい練習頑張るから、いつもよりいっぱい頑張って、しほちゃんもびっくりさせるから。だから一緒に行こう。どうしようかな。でも前に誘われた時は予定があって行けなかったし。わかった、限定フェニペン楽しみだね。うん、みんなでいっぱい遊ぼうね。ねねちゃん、すっごい。この前聞いた時より、シャラララー、キラキラーってなってるよ。そうかな。でもね、リンね、ねねちゃんがもっとキラキラになれる方法を知ってるんだ。え？それは、ほら、こうやってニコニコ笑顔で歌えば、歌声もルンルンキラキラだよ。そしたらみんなもニコニコになっちゃうの。そっか、わかった。もっと意識してやってみる。うんうん、一緒に頑張ろう。ねえねちゃん、つかさくんがリハーサルやりたいって言ってるよ。あ、うん、今行く。さあみんな、歌おう、そして踊ろう。素晴らしいこの日のために。うるさ。司くん、今日すっごく気合入ってるね。何かいいことあったのかな。今日司くんの妹さんとそのお友達がフェニックスワンダーランドへ遊びに来るらしくてね、妹たちに最高のショーを見せるんだ。張り切っているようだよ。そうだったんだ。そういえば司くん、時々妹さんの看病でバイト休んだりしてたの。すっごく妹さん思いなんだね。まあ誰にでも一つはいいところもあるよね。今日の俺はいつもより乗っているぞ。これで俺たちのショーを見たサキたちも日々の疲れから解き放たれ、また新たな気持ちで練習に励むことができるだろう。ワンダーイ、バッチリ頑張るぞ。ね、ねねちゃん。私は別にショーで手を抜いたことはないし。そうだね、今日もいつも通り最高のショーを観客へ届けようじゃないか。みんなも絶好調みたいだね。あのね、リンもね、みんな
緒にいっぱいショーをやりたいな。あ、リン、今日はステージにいるんだ。そういえばリンはあまりステージに来てなかったわね。どこに行っていたの？リンはね、いろんな場所でショーをしてニコニコ笑顔を届けてたんだよ。へえ、面白そうだね。僕もリンみたいにいろんな場所に行ってみんなを笑顔にしたいな。じゃあ次は二人でお出かけしようよ。レンと一緒だからもっともっともっとハッピーなショーができると思うんだ。うん、約束だよ。俺たちも負けてられんぞ。もう一度全力でリハーサルだ。いいけど、本番前にバテないでよね。わー、フェニランだ。みんなで来るのは久しぶりだね。へえ、もっといろいろ変わってるのかと思ったけど、意外と変わってないな。なんだか懐かしいよね。それで、司さんが待っててくれてるんだっけ？うん、今日は一緒にショーをやってる友達を紹介してくれるんだって。そうなんだ、楽しみだね。うん、どんな人たちなんだろうね。いたいた、お兄ちゃん。お、サキ。え？サキ、そしてレオニード諸君、ようこそ我がフェニックスワンダーランドへ。フェニックスワンダーランドはあんたのじゃないでしょ。サキ、紹介しよう。こいつらは俺が率いるワンダーランドショータイムのショーキャストたちだ。そしてお前たち、ここにいるのが今日特別に招待した我が妹の。うわー、サキちゃんだ。ワンダフル。なぬ、エモちゃん、お兄ちゃんと一緒にショーをやってたんだね。え、大鳥さん。フェニランでショーをしてたのは知ってたけど、まさか司さんと一緒にキャストをやってたなんて。そういえば、コナミのクラスにいたっけ。なんだと。世間は広いようで狭いようだね。せっかく紹介するぞって張り切ってたのにね。あの人、公園で歌ってた人だ。司さんとショーをやってる人だったんだ。うまく歌を歌える方法、今なら聞けるかも。あの、うん、どうして俺の後ろに隠れるんだ？なんでもない。ああ、ごめんね。ネネは少し人見知りなところがあるんだ。慣れれば普通に話せるはずだから、少し待っていてくれるかい？うん、ねえねえ、せっかくだしみんなで一緒に遊ばない？え？だってこうしてフェニックスワンダーランドでサキちゃんたちと会えるなんて思わなかったし、私たちも今日は夕方からだし、それまでは暇でしょ。だからみんなで一緒にいっぱい遊んで、いっぱい仲良くなれるととってもワンダフルだと思うんだ。僕は構わないよ。リハーサルなら今朝済ませたしね。まあそうだな、せっかくだし俺がランド内を案内してやろう。私もワンダーランズショータイムのみんなと仲良くなりたいな。私も。
うかな。しほちゃん、いいよ、今日は先に付き合うって決めたし。わー、ありがとう。それじゃあ私たちが案内するね。フェニックスワンダーランドの冒険に出発。おされるでしょ。もうちょっとこっそり出てきてよね。だってだってリン、ネネちゃんが心配なんだもん。気持ちは嬉しいけど、でもやっぱり初対面の人だと緊張するっていうか。むむむ、緊張か。そうだ、ネネちゃんがニコニコ笑顔で楽しめるようにリンがここで応援してるね。え、いいよ。っていうか見つかったら大変だし。こっそりしてるから大丈夫。こそこそできてないし。でもありがとう。いきなりは無理だけど少し頑張ってみる。跳ねるような体験ができるふわふわトランポリンドームや、カートに乗りながらペニペンくんの夢の中を回るペニーくんのドリーミングナイツが有名だな。そういえばサキはトランポリンドームが好きだったね。うん、雲の上でジャンプしてる感じがとっても好きだったんだ。ああ、小さい頃からそうだったな。ここに来たら毎回トランポリンドームに入るんだが、2回3回と入りたがってダダをこねるんだ。なんとか説得してトランポリンドームを諦めさせるんだが、サキはむくれてしまってな。ランド内にあるレストランでフルーツパフェを食べさせて機嫌を直させるということが多々あったな。お兄ちゃん、こんなところで言わなくても。まあ想像できるよね。でも嬉しいな。フェニックスワンダーランドはみんなが笑顔になれる場所だから。司くんとサキちゃんみたいに小さな頃遊んだ思い出をこうやって高校生になって思い出しながら遊んだり、大人になってまた違う思い出を作ったり、そうやっていろんな人が笑顔でずっと遊べる場所にできたらいいなって思ってるの。ちゃん、うん、私にとってはフェニランはとっても大事な場所だよ。お兄ちゃんともそうだし、レオニーダのみんなとも小さい頃一緒に遊んだ大事な場所なんだ。うん、そうだね。みんなこの場所にいろんな思い出があるんだ。僕はたまにショーをしに来ていたけど、みんなのようにここで誰かと遊んだ思い出はあまりないかもしれないな。そういう意味で言えば、僕にとってこの場所での一番の思い出は司くんたちと一緒にショーをやるようになったことだろうね。うん、そうだね。あの、それじゃあみんなで思い出を作りませんか。遊ぶんですから、いろんなところに行ってみんなで新しい思い出を作りたいなと思って。草薙さんたちと一緒に、
素敵な思い出を作るために、ドリーミングエリアのアトラクションをみんなで楽しみたいと思います。やったどれがいいかな、やっぱりトランポリンドーム。この年になってトランポリンは恥ずかしいんだけど。同じく。こんなに大人数で入ったら子供たちがびっくりしちゃうと思うし、今回は違うアトラクションにした方がいいかもね。そっか、うん、ねねちゃん、ねねちゃん、今こそみんなに話しかけるチャンスだよ。そんなこと言われても。あの草薙さんは何か乗りたいアトラクションとかあるんですか？私は、その…頑張れ、ねねちゃん。なら、あそこはどうだ？ペニーくん、イン・ザ・ナイトメア。確か、お化け屋敷だったっけ？うん！怖い夢がテーマの、ちょっとダークなお化け屋敷なんだよ。いや、全く怖くないな。小さな子供からご老人までファミリーで楽しめるコミカルな作りになっているぞ。それなら安心ですね。全然怖くないなら、むしろつまらなそうなんだけど。そんなことないよ。みんな笑顔で楽しめるお化け屋敷なんだから。お化け屋敷は笑顔で楽しむものじゃないでしょ。でもファミリーで楽しめるお化け屋敷はどんなものなのか少し興味はあるね。今後のショーの参考になりそうだ。いいねいいね、私も入ってみたい。じゃあ入ろうか。わかった、付き合うよ。それじゃあみんなでレッツゴー。あの、草薙さん。ねね、もたもたしてると置いていくぞ。わかってるってば。一緒に、行く？はい、みんなのところに行きましょう。うん。以上に怖かった。ヤキちゃん大丈夫？うん、お化け屋敷ってあんまり入ったことなかったからちょっとびっくりしちゃった。おでこにピタッと当たったのがまさかこんにゃくだったなんて。あれは逆に面白かった。うん、古典的だけどシンプルに驚くいい演出だったね。見習いたい要素がたくさんあったよ。そうか、あれくらいの演出ならいくらでも答えられるぞ。そうかい？じゃあ熱々こんにゃくを用意しておくよ。なぜ熱々に？お兄ちゃん楽しそう。うん、友達も面白い人たちだし。あのジェットコースター昔からあったっけ？ううん、昔はなかったと思う。新しくできたのかな。なんだか雰囲気違うね。あそこだけ近未来感あるっていうか、昔より絶叫系が増えた感じするよね。怖そうだな。もしかしたら新しいエリアができたのかな。こういう時は、エムちゃんに聞いてみよう。ねえ、エムちゃん、あそこのジェットコースターって…ジェットコースターなら、向こうにあるゴーゴーフェニー君がおすすめだよ。みんなで出
落ちる寸前までじらして期待感を煽る。そしてふっ、落ちる時には猛スピードで疾走しながらフェニックスワンダーランドの全景が一望できる。これぞ緊張からの解放。爽快感があって素晴らしい演出だね。回せ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 。司くんが張り切っているみたいだね。まあこっちは張り合わなくていいんじゃない。みんなそろそろ頂上だよ。わあ、空から見るフェニランってなんだかいつもと違う感じに見えるね。ジェットコースターもさっきより遅く見える。あれくらいなら何度にも乗れそう。私はもういいかな。ふん、だいぶ遊んだな。どこかで休むか。じゃあペニペンまんじゅう買ってみんなで食べようよ。ドリンクセットもあるし。そうだな、サキたちの分も買ってくるから少し待っていてくれ。すみません、お気遣いありがとうございます。ありがとう、お兄ちゃん。いってらっしゃい。もうこんな時間なんだ。こうやって時間を忘れてフェニランで遊ぶの小学生以来な気がする。うんうん、いつもならまだ練習してる時間だからちょっと不思議な気分だね。そうだね。なんだか私ギター弾きたくなってきちゃった。私もドラム叩きたくなって、さっきからリズム取っちゃってるよ。オナちゃんも？まだ下手だし、千穂ちゃんに教えてもらってばかりだけど、みんなでバンドやるの好きだなーって。そっか。そういえば志保ちゃんっていつからベース弾いてたんだっけ。小学生の頃だっていうのは覚えてるんだけど。あ、私も気になってた。気づいたらいつの間にか始めてたよね。そうだっけ。うん、私も知りたい。別にそんなに面白い話じゃないけど、私の父さんってミュージシャンでしょ。うん、ギタリストさんだよね。だから昔からよくライブとかに連れて行ってもらってたの。それで父さんに連れて行ってもらったライブで見たガールズバンドの演奏がかっこよくて。そうなんだ。私も聞いてみたいな。多分探せば聞けると思うよ。この前プロデビューしてたから。もし興味があるなら CD 貸してもいいし。本当？ありがとう、しおちゃん。楽しみだな。あ、その次私もいいかな。いいよ。そのバンドプロになってからもますます上手くなってるから、演奏の参考になると思う。しほがそれだけ褒めるってことは本当にすごい人たちなんだね。うん、尊敬してる。あの人たちの演奏を聞くと心がぐっと揺さぶられるんだ。叫びたくなったり泣きたくなったり、いても立ってもいられないくらいどうしようもなく。へえ。私もあの人たちみたいに
誰かの心を動かせる演奏をしたい。だからもっと上手くなってプロになっていろいろな人に聴いてもらいたいって思ってる。私の演奏で誰かの心を揺さぶれたらって。そうだったんだ。プロになる子すごいな。私には想像できない子も。きっと今以上にハードな練習をしなくちゃいけないね。ああ大変そうだな。みんなはやっぱりこれ以上先を目指すことは考えてないんだろうな。プロか。どんな世界なのか想像もできないけど、でも志保が言うようにいろいろな人に歌を聴いてもらえたらきっと楽しいだろうな。でもそのためには私がもっと上手くならないと。なんだか向こうの空気がしんみりしだしたな。うん、どうしたんだろう。あんまり聞こえないけど真面目な話をしてるみたい。バンド仲間と言っていたし、同じものに打ち込む者同士いろいろと考えることがあるのかもしれないね。あ、みんなもうすぐショーの時間だよ。は、もうそんな時間か。ああ、確かに。そろそろ準備をする必要があるね。さっき、俺たちはワンダーステージへ行ってショーの準備をしてくる。お前たちは後から来てくれ。うん、わかった。頑張ってね、お兄ちゃん。ワンダーランズショータイムのみんなも。ああ、ありがとう。私たちのショー、楽しみにしててね。みんなのこと絶対笑顔にするから。この道をまっすぐ。あ、あそこじゃないかな。ほら、看板にこちらワンダーステージって書いてあるし。手書きの看板。アットホームな感じがして素敵だね。あ、あともうちょっとで開演しちゃうよ。急ごう。さあ、今日も最高のショーをするぞ。星野さんたちが深刻な雰囲気だったから気になって。だったらなおさら最高のショーをすべきだろう。俺たちのショーを見て咲たちには笑顔になってもらわねばならん。そっか、そうだね。私の歌でみんなを笑顔にできるのなら。ねね、お前の最高の歌声を聞かせてやれ。わあ、やっと着いた。あのエリアから10分もかかったんだけど、アクセス悪すぎない？でもすごいよ、お客さんがいっぱい。この感じだと立ち見かな。あ、あそこ空いてるよ。みんな行こう行こう。ちょ、さっき引っ張らなくても行くから。あ、始まるよ。さあ皆様ご覧あれ、世紀の天才歌姫が歌で世界に平和をもたらすぞ。歌で平和を。そんなこと本当にできるのかい？もちろんだとも。笑顔を失ったこの国も歌姫の歌を聴けば穏やかな心を思い出すに違いない。みんなも歌姫の歌を聴きたいと思わないか？なんだか
っきまで一緒に遊んでたみんなと別人みたい。うんうん、ステージでキラキラしてて生き生きしててすっごく素敵だね。あ、あれ見て、歌なら私でも歌えるよ。あのロボットすごいよ、すっごく歌上手、それにタップダンスもできるなんて。どうやって動いてるんだろう。確かにそのロボットはすごい歌唱力だ。だが我が歌姫には到底及ばん。さあ歌姫よ、その歌声を聞かせてやるのだ。すごいハードル上げてるけど大丈夫なの？さっきのロボットも十分すごかったしね。でも草薙さん、みんなが笑顔になるのなら私は声が枯れるまで歌いましょう。聞いてください、私の歌を。この前聞いた時よりずっと上手い。繊細だけど伸びやかで生き生きしてて、歌で自分を表現してるって感じがする。私もこんな風に歌えたら。すごい、みんな思った以上にすごいけど、特にネネって人、あんなに綺麗な歌声なんだ。でもここまでうまく歌えるのに、どうしてこんな小さなステージでやってるんだろう。この人の実力ならもっと大きな劇団でも十分通用するはずなのに、どうして。こうして歌姫の力によって世界は平和になりましたとさ。めでたしめでたし。みんなすごかったよ、とっても面白かった。そうだろうそうだろう、俺たちのショーはいつだって最高だからな。いっぱい練習してよかったね、司くん。草薙さんもすごく素敵でした。ありがとう。一日に何回もリハーサルさせられたから、でもよかった。みんなが笑顔になってくれて。よし、じゃあ俺たちはショーの後片付けをするぞ。サキたちはフェニックスワンダーランドを満喫してくれ。だがくれぐれも遅くならないうちに帰るんだぞ。はーい、ありがとうお兄ちゃん。ワンダーランスショータイムのみんなも今日はいろいろありがとう。とっても楽しかった。こちらこそ楽しかったよ。またフェニックスワンダーランドへ遊びに来たらショーを見に来てほしいな。うん、またいつでも遊びに来てね。次は今日紹介できなかった秘密の場所をいっぱい案内するから。またね。あ、よし、では後片付けに移るぞ、みんな。言われなくてもやるから。ねえねえねねちゃん、このままでいいの？ちょ、リン、みんなに気づかれるでしょ。っていうか、いいって、何が？だってだって、このままバイバイするなんて寂しいもん。また会う約束しようよ。まあそうかもしれないけど、うん、片付けの邪魔になると悪いし、私たちも行こうか。うん、そうだね。お土産屋さん寄って行こうよ。ちょっと待って。ん？草薙さん、
ちょっと話したいことがあるの。いい？あ、私？草薙さん、ちょっと話したいことがあるの。じゃあ、後片付けは僕たちでやろうか。僕は向こうからやっていくよ。まったく、仕方ないな。ピッカピカにするぞ！私たちもあっちで待ってようか。二人で話したいみたいだし。うん、そうだね。いっちゃんも行こう。あ、うん。話って何？さっきのショー、すごく良かった。え？ああいうショーってあんまり見たことなかったから、どう受け止めればいいかわからなかったけど、草薙さんの歌すごく上手くて、聴いてるうちに世界観に引き込まれた。ありがとう。だから不思議なんだけど。ん？そんなに上手いのなら、もっと大きな劇団にだって入れるんじゃないの？フェニランの中にある小ステージでも、ここはかなり小さい方だと思うし、もっと大きなところでやった方が、たくさんの人に歌を聴いてもらえるし、あなたも輝けるはずでしょ？それなのに、ここでショーをやる理由ってあるの？そんなこと、あなたに関係な…あ、すごい真剣な顔…私の答えを待ってるんだ。どうしてそんなこと聞くのかわからないけど、私の答えが何かの助けになるなら…ありがとう。みんなのおかげで昔みたいに思いっきり歌えるようになれたの。なんだかちょっと早いクリスマスプレゼントをもらったみたいな気分だな。それなら僕らももうもらってるよ。ねえ、司くん。ああ、そうだな。初めて見れたよ。あ、ふふ、私もよくわかんない。でもここでショーをやるの、まあまあ好きなんだ。そうなんだ。何やる？歌詞書いてきたんだ。前にサキが作ってくれたメロディーに。歌詞？二人とも曲作ってたの？やるじゃん。二人で曲作ってるなんてすごいね。歌詞見てもいい？あ、ちょっと後で。目の前で見られるのは恥ずかしいから。でもみんなでこの曲演奏できたらいいな。それなんとなくわかるかも。プロになってもっと上手くなりたい。あのバンドみたいに音楽で誰かの心を揺さぶるような、そんな演奏をしたい。でも私、みんなと演奏するの好きなんだ。そうなんだ。さっきのショー本当に面白かったね。うんうん、ポ
兄ちゃんもかっこよかったな。そうだね。でも、しほちゃん、草薙さんに話ってなんだろう。いちかちゃん？いっちゃん？どうしたの？ごめん、私、忘れ物しちゃった。ちょっと探してくる。いっちゃん？このまま帰ったら絶対に後悔する。今、草薙さんに話を聞かないと。あ、志保、もう話は終わったの？うん、いちかは？ちょっと忘れ物しちゃって。ごめん、すぐに合流するから。わかった。びっくりした。あんなこと聞かれるなんて思わなかった。えへへ。でも質問に答えてる時のねねちゃん、すっごーく嬉しそうだったよ。エムちゃんたちのことを思い出してたの？そんな顔してないけど。でもそんなところかな。こんな答えでよかったのかわからないけど、少しは日の森さんの助けになれたのかな。草薙さん。あ、え、星野さん。どうしたの？あの、私、バンドで歌を歌ってるんです。でも、思ったようにうまくならなくて、志保の、みんなのために、もっとうまくならなきゃいけないのに。私、草薙さんの歌を聴いて、感動したんです。草薙さんみたいに歌えるようになりたくて。私みたいに？はい。だから、もしよければ私に歌を教えてくれませんか？学校もあるし、ショーの練習もあると思うので、その全然空いた時間で、時々でいいですから。ああ、私の歌が誰かの心に届いてる。日の森さんにも、星野さんにも嬉しい。けど、歌を教えるなんて。ねねちゃん、頑張って。私でよければ。ありがとうございます。あと、別に止め口でいいよ。多分、同い年くらいだと思うし。あ、そうだね。遅いよ。忘れ物見つかった？うん、ちゃんと見つけてきたよ。よかった。じゃあお土産買いに行こう。うん。歌を教えてほしいか。私にできるかな？大丈夫だよ。リンもいっぱいお手伝いするから。うん、ありがとう。なんだかねねちゃん嬉しそうだね。
今日のネネは歌も一段と磨きがかかっていたからね。きっと時間をかけて何度も練習していたんだろう。俺より目立っていたのは許せんが、サキたちも喜んでいたし、まあよしとするか。ちょ、何みんなで見てんの。見とらんぞ。ネネが一人でニヤニヤしている姿なんぞ。見てるじゃん。っていうか、一人じゃないし、リンもいるから。みんな、お疲れ様。うわぁ、リンちゃんだ。今日のショー、見てくれた？うん。みんな、すっごーくキラキラしてたよ。ふふん、一番輝いていたのは、この俺だがな。はいはい。ショーも見れたしね。サキちゃん、誘ってくれてありがとう。お礼なんていいよ。私はみんなと一緒に遊びたかっただけだから。その代わり、明日からまた練習だね。うん。この前できなかったパートもうまく弾けるように頑張るよ。でも、その前に、はい、これ。何？限定フェニペン君のキーホルダー。みんなの分、買っておいたんだ。わあ、いつの間に買ってたの？帰る前にこっそり。ほら、Mちゃんも言ってたでしょ。フェニランはいろいろ思い出を作って笑顔になれる場所だって。だから今日の思い出も残しておきたかったんだ。ありがとう。みんなでお揃いだね。うん、お揃いってなんだか嬉しいよね。はい、しほちゃんも。ありがとう。カバンに入れとく。しほちゃん、何か落ちたよ。チケット？もしかしてライブの？あ、遊びのバンドとプロは違う。中途半端な気持ちで音楽をやってる子はプロでは通用しないよ。だから本気で音楽をやる覚悟を決めた子たちとじゃないとこの先の道は進めないって私は思ってる。今週末の夜ライブやるから、まだ迷ってるなら私たちの演奏を聞いて決めてほしい。なんでもない、バイト先でもらったものだから気にしないで。そっか、ライブか。私たちもいつかやりたいね。そうだね。そのためにもたくさん練習しなきゃ。頑張る。でも、またフェニランにも遊びに来ようよ。お兄ちゃんのショーもみんなで見たいな。うん、賛成。草薙さんの歌もまた聞きたいし、 Mちゃんもまたフェニランを案内してくれるって言ってたしね。私はレオニードのみんなで演奏するのが好き。でもみんなはプロになろうとは思ってない。それなら、これ以上付き合わせるのは、みんなのためにも良くない。きっとみんなは、練習するよりも4人で遊ぶ方が楽しいはずだから。だったら、でも。しほちゃん？ねえ、しほちゃん大丈夫？なんだか元気ないように見えるけど。別に。飲んでもないから。そう？うん。じゃあ私はここで。うん。しほちゃん、また明日。うん。バイバイ。
今日はライブを見に来たんです。はい、ありがとうございます。演奏を聞くだけ。